はい、それには続きプレイしていこうと思います。では前回領地を奪還したということで、他の町、ここか。今回このアクビー見ていきましょうか。はい。お話聞いていこう。アクビーの復興支援についてはリサーチを行っています。ライフラインの損傷は少なく最低限の生活はできているようですね。なるほど。あら、愛犬が行方不明。よかったよかった。これお家の中には入れないみたいですね。お兄さん、アクビーの餅、窓に連れてってよ。うんうん、前回取り戻したところはすごいなんか ひどい解体状態っていうか、なんかね、損壊がひどかったですもんね。それに比べるとここはまだ大丈夫だったと。お、お店なんかある。お、炎魔法入門。あ、テレポストーンだって。ダンジョンやエンカウントバトルかワードマップに戻れる。おお。そう、これがね、なくってね、私ね、バトル積んだことがあったんですよ。裏でレベル上げしてるときに。だからちょっとこれ買っときましょう。10個ぐらい。よし、テレポストーン買った。オッケー。遊んでる、遊んでる。これぐらいかな、ここの街は。お買い物ができるって感じですかね。で、ここセーブか。よいしょ。今日はね、この子、ケイトちゃんを操作していこうと思います。さあ、戻るか、魔導院に。あ、ここもだ。ここもまだ見てないよね。さあ、バトルをするぜ。冬地、キャー！最悪！よいしょ、ちょっと待って。やる。OK。敵の気配がする。戦うか。そこでどんどん敵のレベルを上がっていくんですよ。まだレベル12だから全然いけますね。やばい、ちょっと行こう。これでね、永遠とね、レベル上げてますよ、私。ちっちゃいの。オッケー。ナイス。15か、まだいけそうだな。あ、まだあった。よし。ファントマのね、上限が99なんですよね。だからすぐに、ホワイトファントマだとすぐに溜まっちゃうかもって感じです。活躍したいけど、あ、怒ってる。あ、ちょ使うか。ちょっとこの辺で撤退しましょうかね。よし、じゃあちょっと対局しよう。そう、こんな感じで。割とさ、このフィールドはレベル上げにいいかもしんないね、訓練よりは。ちょここマクタイ、これ一番最初に任務でいたところですね。君たちに感謝している。ここは、これあれか、ラスボスと戦ったとこか。で、ここもお店か。お、ブロンズバングル。ショックシェル。
衝撃防御 5% の効果。ここにも持ってる。どうしようね。なんか、装備品とか何がいいのかとかちょっとよくわかんないもんな。なんかおすすめの装備品とか防具とかあったら教えてください。はぁ、町長になって初めての演説なので誰もスピーチを聞きに来てくれない。復興記念演説の日は今日だよって何度も何度も言ったのにな。誰も覚えてないのか、はたまた聞いてもいなかったのか。お、じゃあ呼んできてあげよう。あ、ちょっと待ってね。よいしょ、あ、ごめんなさい。よし、じゃあちょっと聞、なんだ、こういうなんかミニクエストみたいなのもあんの？おい、聞いてんのか。町長の復興記念演説。あ、聞いたような、聞いてないような。今日だったらすっかり忘れてた。ありがとう。お、よし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 。みんな忘れてるって、ちょっと。伝え方にも問題があるような気がするんだけど。え、お兄ちゃんがスピーチするの？あ、みんな動いてる。なんか、町長若いですね。ふんふん。よし。あ、町長集まったぞ。町の人ちょっと集まってくれたんだけどね。これでダメなの。町のみんなぜ、え、なによ、もう。あれ？他に、あ、これ走り回ってる子たちか。よしよしよし、聞きたい。これでいいかな？これでよかろう。今度こそ。どうです？え？隠れキャラとかいんのか？なんか窓からひょっこりしてるみたいな。街の人みんな、あ、ここか！家か！なるほど。じゃ、ここの家の人かみんな？よし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 。ここは違う。で、ここもか。スピーチ。なんだ、全然人望あるじゃんよ。大丈夫やで。ここは違う。ここも違う。ここも違う。あ、あ、ちょちょ、立った！よし！ありがとう、ありがとう。まだ頼れないかもしれないけど、俺、新しい長女で頑張れ。オッケー。持ち物はほとんど戦争でなくなってしまったんだ。あ、ミズアの奇跡。ありがとうございます。よし。街の人みんなって、だいぶ、戦争で亡くなったみたいですね。よし。ちょっと寂しさを残しながら私は魔導院に帰ろうと思う。あった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 。モンサンミシェルみたいだよね。この海に浮かんでる感じとか。王暦842年、岩の月。ムービーになった。アギト候補生の本格参戦により、スザクの湿地回復は劇的な進展を見せ始めていた。候補生の挙げる華々しい戦果を受け、八石議会は大規模な領土奪回を目指す大反攻作戦を可決。その知らせは即時候補生に通達された。第25歩兵連隊は後方に転戦。スザク軍の動きが活発化し、ソリュウ軍にも呼応が見られます。うん、総流の現状は慎重派だ。本格的な参戦ではあるまい。はい、後方支援を基本とし、今回悪役みたいですよね。援軍を送るに留めている模様です。追って指示を伝える。下がれ。はそろそろ貴様にも働いてもらうぞ。いいだろう。彼を使うおつもりですか？貴様は気にかけることではない。報告をしろ。はい。吸気管の稼働は順調です。対象を発見さえできれば直接干渉域において制御下に置くことができると思われます。捜索を急げ。そのための手段は問わん。は、歯車の周り、想像以上に速い。いか
槌が鳴る前にことを済まさねばな。ひえ、今回のシドさんちょっとナイスミドルじゃないの。主友教が、それは我らを守ること、いえ朱雀を守ることにつながると。我は武士、それ以上でもそれ以下でもない。愚問でした。主友教は武士であられる、ご判断は正しいでしょう。では朱雀軍は作戦通り動きます。主友教って人が朱雀軍の武士なのか。我は主らにいかなる保証もしない。もしもの時は兵を撤退させることだな。もしも時、クリスタルの加護を信じましょう。院長がすげえペコペコしてるってことはすげえ偉いんだよな、やっぱルシーって。ちょっとイケメンだったし。どう責任を取るつもりだね。責任？私の許可なく兵を動かし死なせた責任だよ。これは由々しき事態だぞ。何が問題なのかしら。兵士が一人死んだ、それだけよ。あの子たちは首都奪還作戦を見事に成功させたわ。得たものと失ったものの引き算もできないのかしら。だとしても軍部には石膏も密偵もあの任務に適した者はいくらでもいたというのに、なぜあの青年イザナクナギリでなければならなかったのだ。それはあの子が望んだから。なんだと。どこで出会ったかは知らないけど、エースがあの子がいいって言うんだもん。それだけの理由で子供のわがままに付き合って我が軍から兵を動かし死なせたというのか。十分すぎる理由じゃない。それに朱雀の軍よ、院長の許可があり動いている。それに問題があるのかしら。僕が望んだ、僕のせいで死んだイザナクナギリ。あれ、マキナも確かクナギリですよね。エース大丈夫か。なんか顔色悪いぞ。マキナ、マキナクナギリ。なんだよ改めて。本当にどうした。すまない。あ、変なやつだな。兄弟っぽいね。よし、あー、なんかあれ、エース君になってる。また12時間か。あ、どうも。よし、まさか朱雀に白虎の密偵が。あー、あのボインナお姉さんですよね。皆諸君らの活躍を見てクロスジャーに対する期待は確信に変わったようだ。これから諸君にいろいろと頼み事を依頼してくる者も出てくると思うが、ぜひ積極的に近いなってやってくれ。おう、クロスジャーの依頼がある人です。話しかけて依頼を受諾し、達成した状態で話しかけると報酬を受け取ることができます。また作戦当日までに依頼を達成している場合は、作戦前に代理者から報酬を受け取ることができます。あ、時間消費しないんだ、いいね。へえ、いいね。あ、早速頼み事がある。はい、研究に使うレッドファントマが必要だ。ファントマに関する話はクロスジャーニーしかできない。あ、レッドファントマあるよ、あるよ。よし、お、鉄の指輪、クッパー、ご褒美くれるの。お、エリクサー、おお、これが一番嬉しい。よし、じゃあちょっと他のエリア行ってみましょうかね。あと12時間でしょ。依頼を積極的にやっぱこなしてた方がいいよね。みんながクククが追い出したからワードマップに行けるようになった。クッポ
ワードマップに出るには6時間消費します。作戦開始まで6時間以上なければわ、マジか。あ、チョコボチョコボチョコボ、お、やった。チョコボの繁殖行きたい。ちょっと待って、じゃあ先に牧場行こう。チョコボ牧場、よし。ツイース、まあ、このチビちゃんが可愛いんですわ。あ、ここか。繁殖とは性別の異なるチョコボをつがいにして新たなチョコボを産んでもらうことだ。繁殖の組み合わせによっては野生に存在しないチョコボが生まれる時がある。生まれたチョコボはみんな同じに見えるが、性チョコボになれば違いが出てくる。繁殖のタイミングで野菜を与えるのもいいだろう。大事なことだが、繁殖に使用した2羽のチョコボは体液となりいなくなるから注意してくれ。繁殖後に生まれる卵は1つは双子や3つ子というように複数同時に生まれることもあるぞ。双子や三つ子などというレベルではなく、一度に大量のチョコボが生まれることもあるらしい。野菜ってあれだよね、多分ギサールの野菜ですよね。オスチョコボ、はい、メスチョコボ、ギサールの野菜、お、軍用チョコボ、はい、繁殖。男子チョコボの卵が生まれました。おー、繁殖したチョコボが卵を産んだ。孵化するまでしばらく時間かかるぞ。これか。あ、いいか。とりあえず繁殖させておきましょうかね。で、ここは大丈夫か。わーい。チョコボってあれかな？マップ上？なんかワードマップ上を乗って歩けたりとかするんですかね。チョコボレーシングとかまさかそういうわけではないよねって思うんだけど。さて。あ、ここクリスタリウムか。なんかクラスゼロおらんかな。あー、依頼がある。おっと、クラスゼロ、いいとこに秘密お願い聞いてくれる？ストライカーを一体倒せ。広告の主戦力である魔導アーマーの機体に使われている部品を調査するため、ルブーマ地方に出没するストライカーを一体撃破してきてほしい。ほう。じゃあこれ、ワールドマップに出ろってことかな。まあ、ちょっともしかしたら達成は難しいかもしれないな。さあ、クラスゼロおらんかね。いないかな。よいしょ。出ましょう。教室行ってみようか。あ、このハテナの彼女はチョコボで移動すれば荷物場でもあっという間だよ。チョコボを交配させてたくさん増やせば移動がだいぶ楽になるよ。うん、ありがたいな。ギサールの野菜はどこで買えるんだろうな。あ、おばはん、待っていたら大事な話をしておきたかったの。その魔法陣からアルトクリスタリアムを行けるようにしておいたわ。アルトクリスタリウムは戦場で回収してきたファントマから魔法を創造する神聖な場所。あなたたちクラスデアにしか言う際には特別な場所よ。ファントマのことで心を痛める必要はないわ。魔法は戦場では圧倒的な力となる。そのためには何でも利用するのよ。ファントマの正体が何であってもね。この話はもういいわね。まずはアルトクリスタリウムへ行きなさい。必ずあなたたちの助けになってくれるわ。おー、ついにファントマの使い道が分かりそうですね。魔法の強化ですかね。ちょっと行ってみよう。はい、アルトクリスタリウム。あ、どうしました？あ、クイーンちゃんやん。ファントムの種類はその敵を倒した時に使用した魔法によって変わってきます。そうですね、例えば炎系の魔法で倒せばレッドファントムを得られます。なるほど、ちょっと見てみよう、やってみよう。ひえ、おお。え、あ、魔法サンダー解放された。え、魔法錬成の許可が多いたことで、今後はアルトクリスタリアムとレリックで魔法を強化できます。
また魔法の種類は特定の条件を満たすことで解放され増えていきます。ほうほう、へえ。あ、そうそう、なんかケアルちょっと強化したいかもな。回復量、MP 効率、炎症時間。あ、グリーンファントムにできるんだ。へえ、ちょっと回復量を上げて。OK。おお、上がる。へえ、MP 効率。はい。おお、これみんなに使えるってことか。なるほどね。一人ずつ強化していくわけじゃないのか。なるほどね。回復量は足りない。特殊ファントマっていうのか。特殊ファントマ。MP 効率。たくさん使いたいもんな。MP 効率上げてこう。いいかな。よし、58。お、なくなった。あ、ウォール。ウォールは正直あんまり使わないかもな。雷。サンダー。イエローファントマ。威力低っ。ほい。MP 効率はいいのかな？なんか87。あ、そうか、上がった分どっかが下がるのか。はー、そういうことね。え、これなんかどこを上げればいいのか、ちょっとなんか迷っちゃうな。おすすめあったらぜひ教えていただけると。これもか、上げた分どっかが下がるみたいな、そんな感じなのか。はー。あ、ほらほら、めっちゃ下がるもん。そうか、威力が上がる分 MP 効率が下がるみたいな。なるほどね。打てる回数が低くなるっていうか、わー、MP 効率が結構下がるね。速度。え、なんかさ、みんなどれ上げればいいかちょっとアドバイスあったら教えていただけると。でもとりあえず威力は欲しいよな。威力欲しい。じゃ逆にさ、MP 効率、あ、は足りないのか。なるほどね。うえーい。あ、じゃ迷うな。てか、ファントム集めるの超大事だね。よし。さて、戻ってきたぞ。いや、魔法の強化ができるようになったのは嬉しい。おー、マキナがいる。あ、レムちゃんもいる。レムちゃん。ルシが出るって噂聞いた。ルシが出撃するってことはクリスタルも朱雀の危機を感じているってことなのかな。何？なんかこの赤のマントってちょっと前に話題になったらしいよ。魔法師の赤のマントの候補生がたまにチョコ牧場に現れるって。お、マキナにちょうど話が聞けますね。はぁ、シンコちゃん眠たくなっちゃったかも。忙しいんですが。はぁ、みんな結構今日は教室にいますね、こいつら。ちょっとマキナに話聞いて今回終わりにしようかな。ウィス。レム、どうかした？うん、あのね、さっき噂で聞いたんだけど、北部戦線に主遊教がいたらしいの。主遊教？ルシだよね。朱雀のルシが？ルシが理由もなく動くことなんかないでしょ。だから一体何が起こってるんだろうって。確かにルシが戦場に現れるなんてただごとじゃないな。うん、あ、エーテル、よし。あ、これお買い物ができる。アリアちゃん。ポーション、あ、ポーションまだ持ってるからいいかな。あ、でも買っていくか。よいしょ。ポーション安いわ。よし。あとはモンゴリに話しかけて終わりにするか。あ、授業、授業、授業。魔法基礎入門。げ、なんかめっちゃあるんだけど。魔法基礎。あ、ちょっと基礎。よいしょ。じゃあちょっと授業受けてやめようかな、今日は。お、全魔力が1アップ。ふぃー。あと8時間ですかね。じゃあ今回ここで終わりにしておこうかな。じゃあ次回はね、もうちょっと、次の任務になるまで、もう少し、探索をしながらですね、やっていこうと思います。よし、セーブ、セーブ。
いやー、ちょっとなんかな、魔法強化とかどれを重点的に上げたらいいよとか、そういうのあったら教えてください。ちなみにムーンさんはなんかダイナミックな感じが好きです。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。